俺は大丈夫だけど。見つけたグーフィー。痛かったよ、もう。あ、グーフィー。やだな、王様。どうしたんですか？痛いな。もう失敗させて。どうしたんだろう。ああ。ピタパ、ニセアンセム。ニセアンセムのノーバディ。そして13機関のリーダー。そうか、そうだったんだ。賢者アンセム、あなたの意見を聞かせてほしい。王とこうして会えたことはとても喜ばしい。話も大変興味深い。正直なところ好奇心がうずいて仕方がない。しかしこの先世界の秩序はどうなってしまうのだろうか。うん、僕もそれが心配なんだ。出現した扉、ハートレスが求める場所、私の研究が招いたことなのか。アンセム様、先日提案させていただいた新しい実験の許可を。いかん。扉と世界の心のことは忘れろ。あれは触れてはならない領域だ。しかしアンセム様、私の考えでは、ゼアノート、その考えは忘れてしまえ。思い出したぞ。アンセムの弟子のゼアノートだ。あいつが13機関のリーダー、ゼアノートのノーバディだ。行こう。
よ。様は行くぞ。